はい、皆さんこんにちは、ゆきこみなうでございます。ってことで今回なんですけど、アニメプリンセスコネクトリライブセカンド2第4話のね、次回予告来ましたね。ということでウェブ予告が発表されました。ということでついに出ます、カウン。ということでついに出ます、まこと魔法かすみ香りが出るというわけでございます。いやーマジですかと思う。まあ、前回ね、仲良し部が登場し、まあチエル役のねアヤネルが出るという。今度はイノリンですよ。本当にやばいと思うわ、これに関しては。本当にいやーマジかーと思いますよね。いやー嬉しいと思うし、若干内田真彩さんもね出るという。いやーなんかやってるなーって言いますよね。いや正直やってると思うこれに関しては。ちょっと本当にマジかと思うわ。いやー嬉しいですね、カウン。いやーマジかと思うぐらいなんですけど、出ますと言った形ですね。はい、まあ第4話を見る限り、まあ大きな魔物を退治するべくビショック殿が挑むという形なんですけど、まあちょっとね結局無理で、まあ本当にペコリーヌのね王家のフル装備を使ってもできなくってペコリーヌが倒れというか、本当にペコペコになって動けなくなるという形なんですかね。でそこで、まあ、たまたま魔物退治というかね、魔物のが出るという噂を聞き出してきて、まあ、カオンたちに出会うという形ですね、見た感じ。うん、でまあちょっと本当にどんな形、どんなね、まあ、ストーリーになるのかが非常に楽しみだと思うし、まあウェブ予告を見るとね、まあカオンたちが引いてんですよね。引いてるというか魔物料理に引いてるんですよね、うん、魔物料理というかあれですよね、虫料理虫料理に引いちゃってて、本当にダンゴブ虫を片手に持つコッコルタン、心ままがねちょっと本当にやばいなと思いますね。いや引いてるというわけで、いや非常に楽しみだと思います。まあそしてラジオのゲストね、来週のねゲストが誠役の小松美香子さんがね、担当というか、まあ、スペシャルゲストとして来て、まあ、第4話に触れていくという形ですね。いやー正直に言うとね、まあ、ここで分かっちゃうというか、まあ、タイトルでほぼほぼ予想はできるけどね、まあ、今回は名探偵という形に入っているので、まあちょっとね、まあ、どうなるかというのもあってね、名探偵といえばもうかすみしかいないという形かな、うん、ギルド関連だと、うん、なんですけど、まあ、名探偵かすみが登場するというわけで、いやー非常に楽しみ、本当にかすみに関しては非常に楽しみ、イノリンが出るので嬉しい限りだなと思います。さてどんな形になってんでしょうかということで、いやー楽しみと思います。ってことで以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなうでございました。またねー、バイバイ。チョベリグエンディング。